はい、続きまして、エディション光さんっていうのかな、これ、コメント失礼します。鉛テープはどのメーカーを使用されていますか。購入するのに探しております。スリーエム、スリーム、これわかりますか。スリーエム、うん、スリーエム有名だもんね。結構高いですよっていうことです。高い、1万何本するよね。スリーエムですよということでね。はい、はい、続きまして、でもさ、この鉛使っちゃったらね、他の鉛使えないです。これが使いやすい、すごい使いやすい。ここまで大量にはいらないだろうからね普通の人だったらね。はい、続きまして松尾さん、動画配信ありがとうございます。宮下さん、小暮さんの中で今までのクラブで名機があれば教えていただきたく思います。ドライバー部門、アイアン部門、ウェッジ部門、パター部門、ボール部門、シューズ部門、など、ゴルフに関する名機をお願いしますということで、じゃあまずドライバー。簡単に軽率にそう振らないでください。もう考えてきてるでしょ、自分は。考えてきてるもん。何、フローレで決まってんじゃん。うん、そうでしょ、うん、今までのゴルフ経験の中で一番しっくりきたものを言ってるだけだから、俺はね。俺はグローレ。そうでしょ、うん、だって僕だってしっくりきてたら変えてないもん。だから未だにそういう、その、こう、当たってないわけだよね。いや、当たってる。最高のものには当たってない。だからいいものを使ってきました、僕は。そりゃそうだよ、だってお前、人からもらプロからもらったりとかさ社長、そうです、そうですけど、まあ、ちょっと、あ、手よ。それで質問の続き。名機でしょ。うん、そう。これ名機の話、実際すごい前にやってますよ。昔ね。うん。その回答と変わりますよ。いや、それ変わるでしょ、だってはい、俺はドライバーはあれ、グローレね、グローレ F。 僕、そしたら僕が一番飛んでたドライバー一人、ゲロンディ。ゲロンディ14のゲロンディ、あれ飛んでたな。あれ復活させましょうか。もう無理だよね。もう今のお前の体と筋力じゃ無理だね。シャフト変えればまあどうか分からない。だからね、僕その飛んでたスペックが今まま取っといてるんですよ。飛んでたっていうか、あのあれだよ、一緒に回ってた俺が飛ばないから飛んでる気になってただけだよ。そんなことない。あの時はそんなことない。あのね、他の選手から人からもね、言ってるって言われてたんですから。いや違って、俺と一緒に回ることが多くて、俺よりもやっぱり40、50前に行ってたわけだからまあなんかそれは飛んだ気になってただけでさ、俺がグローレ使い出したらさ、だってもういい勝負してたじゃんっていうことじゃない。違う、本当に40、50行ってましたよね。いや全然俺の前に、だって40、50前にいたよお前バンタビ、うん、ゲロンディいいよ。だからシャフト変えちゃおうかな、変えてみようかな。いやいいってピンで、うん、アイアン。アイアン、僕だからそしたらアイアンも一番、そしたらアイアンは一番長く使ってる。うん、 CB 一番長く CB、 お前一番長く使ってるの CB じゃなくて、あのあれじゃないの、もう初期の飛び系使ってた時の、あのなんだっけ、あれロイヤルコレクションかね。これよりこれはだって飛びすぎだっつってなんか言われたから嫌なの。でもあれが一番長かったんじゃないの、使って。いや 長いのはだってアマチュアになってからずっと CB だってことは5年以上 CB 使ってたな。ああそう、まあ俺はアイアンはあれだね、多分前回チタンマッスルとか言ってたけど、今はあのあれだって、これあれ、あのロケットブレイズなんで変えるんですかね。あ、そう、変えるんですか。ロケットブレイズのシャフトが寂しいに行っちゃったんです。そうそうそう。でもうあのシャフト自体が売ってないって言われたんで、そうですね、あのシャフト買おうと思ったら、はいはい、ウェッジ。ウェッジボケ。これはウェッジで一番好きだったのはチタンマッスルのウェッジだな。はいはいはい、松田さんのとこもいいけどね。
でも、あれかな、僕は使ってるんですよ、うん、パタープロギアセンター、パターにあんまりこだわりないからな。何使ってもあれですからね。いやでもやっぱあれかな俺は長尺がメインだけど、やっぱイエスだな、はい、イエスありましたね。イエスのあれなんだっけな、ナタリーじゃなくて何でしたっけ、このまだ未だにあのプロが使ってる、一応こうだよ、そう、あれが使ってる、あのタイプね、あのタイプ、あれあれだって2本持ってたから、センターをあれさ、変な音しましたよね、あのチーンって言ったら、あの、入る、そうそうそう、音聞いてるくらいあったよね、あんだけ芯が、芯に当たり外れ、長尺であんなで、あとボール、ボールね、僕今使ってるのはブリヂストンの中、今使ってる、いや今は今じゃないんだ、名器だから、キか、俺だからボールはゲロンディと飛んでたその時テーラーメイド、テーラーのね、あの時なんていう名前の時だったっけな、もう5年ぐらい前のボール、あれゲロンディったらマッチング強烈だったの、そういう意味でね、うん、俺は違う、プリセプト、あの MC39 ってやつあれが出てきた時には俺はちょっと衝撃だった MC だから2ピースか3ピースか、ースそんな感じか、うん、それまではさ、まあ、あのバラタとかも使ったことあるけど、うん、あれバラタってさ、うん、マントップすると割れる変形とか、そう、俺はあれかな、なんかニックプライスかなんか使ったのかな、賞金王になった時、うん、それがあれかな、シューズ部門、最後シューズも、もう僕、アディダス、今でもアディダスです、ジェイズだな、普段でも履けるソフトスパイクっていうのかな、ソフトスパイクレスってやつ、だから名器っていうか、その一番良かったシューズとかってあんまり、シューズあんまこだわりないから、名器っていうか、そのいや、靴はこだわりあるでしょ、俺はこだわりあるよ、そんなの履いてる俺はすげえこだわりある、だからそのジェイズのそれか、はい、あの要はアディゼロ、はい、あの軽くなってこう、はいはいはい、もう履いてる感がないけど、はい、しっくりくるっていうの2つ挙げられる、うん、あとはもう何履いてもなんか一緒かな、あんまりだからね、ちょっとファッションに対してのこう、あ、まあちょっと女子っぽいからねいやなんか痛くならなければいいぐらいの感覚、靴は、うん、あんまりということで、まあ、多分あの1年後やったらまた変わってる可能性もあるけどね一応松尾さんそういう感じで、だってそういう聞き方するじゃん、なんかもうちょっとさ、うん、あのなんていうの、そういう、だから例えば僕だったら飛んでた時のボールが名器っていう言い方してるわけじゃないですか、ドライバーって、俺は別にそういうあれじゃないよ、だって全く考えるさ、だから曲がんなかったのはナイキ、いや俺が挙げたやつね、黄色いやつのソールがねあの完成モーメントがあのすごいやつだからって言って初めてあれでドライバー曲がんなくなったの、そうでね、ヘッド重量がね、いや重くて、ちょっとその時ね、まだシャフト、重いタイシャフト使ってたんですよ、でどうやったって45インチ以下にしたくなくて、バランスがね D7.5 とかだったの当時、うん、お前そんなドライバー使えるわけねえだろとかって、なんていうの、周りからも言われてたけど、打ったらその D7.5 が振りやすくて分からん、分かんなかったの、それでだからバランス重たいのもあれなんじゃないかなっていう、えっ、いやいや、あのいや俺はナイキって言うと思ったんですよ、ドライバーが曲がらなくなった小暮にとっては曲がらなくなったドライバーを俺があの上げたっていうのだけは覚えてるあんなの使え、なんであれ使えなかったんですかね、あれだからドローとか、あのだからでかすぎて当時ね、いや、何使っても俺は一緒だったから、あの当時はドライバーなんか全然こだわりなかったんだよ、多分ね、その当時俺、キャラウェイのね、うん、FT なんとかっていう、 FT もあってました、あれを使ってたと思う、その、何使っても止まらなかった、何使っても、なんか ドライバーもう一緒だったんだよ何が楽しかったのかなと、あの当時はね、いや、楽しくなかったよ90何本平気で打つしねいや、よく100打なかったですよ、100はやっぱりちょっと持ってんじゃん、こうイメージ持ってんじゃん、俺アプローチ
だから、まあ、アプローチね、よかったら90打たないですか。いや、いや、俺のアプローチを持ってるから90で済んでるだけの話で、これアプローチ持ってなかったら100打つよ。だからジャムさんも言うじゃん、ミヤコはあのフィーリングだけは持ってるからなって言うじゃん。フィーリングだけは持ってたんだ、イメージも。はい、ということで、かな。で、最後です、はい、教祖に質問なんですが、私の会員のゴルフ場、土日セルフで5000円以内なんですが、車で1時間以内で行けますが、教祖がラウンドとなるとこんな条件でできますか。今度質問コーナーで小暮氏と討論をお願いします。これセルフで、土日でセルフで5000円だって、1時間以内で。え、いいじゃん、全然いいし。俺らはこんな条件でいけないよね。あ、土日のセルフで5000円この辺ってことないよね。ないです、ないです。土日セルフで5000円でもらえたらいいですね。あのさ、昔さ、まあ、土日じゃないけどさ、なんかジャムさんがあの出かけてって、ちょっと昼からラウンド行こうぜって2人で、あの、あそこ行ったじゃん、利根川の河川敷の、なんだっけ。違う、ワイルドダック。あ、ワイルドダック、ワイルドダック、うん、あれ1時間はかかりますよ、あそこは。あれいくらぐらい、あれ高かった。いやいや、あそこ安かった。6000、7000、5、6、7000。あれ、白馬で行ったんじゃん。白馬、白馬。あれでも5、6000ぐらいした。5、6、7、当時ですからね、安かった記憶がある。安かったから行ったんだもん、遠くても。で、白馬でスルーでもあれるから。でも強烈なグリーンがあの川に向かって目があるやつね。あそこでワイルドダックね、風吹いたら難しいんですよ。難しい、あそこ。でも面白いですよ、あのコース。いや、俺は好きだよ。で、これ嫌いでしょ。18番だって結構難しいよ、あれ長くて。460あった記憶があるな。ワイルドダックだから、ワイルドダックこの辺あったらいつもパッて練習になりますよね。なると思う。まあ、ちょっと1時間半ぐらいかかっちゃうんだ。いや、そこまでかかんない。でも飛ばすじゃん。お前はね。だ、まあ、でもやっぱあの、ね、週末の土日で5000円っていうのはやっぱちょっと千葉はないよね。基本メンバーシップのコースなんか特にね、まあ、羨ましい環境でいいですねってことでいいよね。まあ、まあ、なかなか俺ら行かないからね、ラウンドね、試合とかね。ということで今日の質問終わりです。早いですね。うん。